広報小田原。今回は小田原市本町にあります小田原三の丸ホールの大ホールの舞台にお邪魔しています。こちらの小田原三の丸ホール、2021年の9月に開館しました。2周年を迎えます今年の2023年9月からは文化事業という形で様々な事業を展開されるということなんですね。今日は11月3日に開催されます三の丸クラシックス2023秋にご出演されます小田原市出身在住のピアニスト中根明子さんと小田原三の丸ホールの飯田さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて、もうね、早いもので開館2周年を迎えるんですね。はい、三の丸クラシックスシリーズももう何度も続いてます。はい、まずはじめにこの三の丸クラシックスシリーズがどんなものか、また今回ご出演されます中根明子さんについてちょっとご紹介いただけますでしょうか。はい、三の丸クラシックスシリーズは開館の、次の年にはなるんですけれども、2022年の3月からスタートしまして、小田原にゆかりのアーティストの方と、ホールのいろんな特性を生かしたり、いろいろな方と盛り上げていこうということで、クラシックを中心とした楽曲を紹介していく、作っていくシリーズで、随時断続的に開催しているシリーズです。で、今回中根明子さんはこちらの番組でもご紹介いただいたこともあるんですけれども、今こちらにあります大ホールの新しくホールの開館に合わせて選定していただいたピアノの選定者でいらっしゃいますので、なんかピアノのお母さんみたいな感じというかそれ以来もピアノ開きコンサートということで開館記念事業にはご出演いただいたんですけれども、今回その記念事業という形で実施するものではそれ以来でご登場いただく形になりますので、私たちも楽しみにしてます。で、今回中根さんと一緒にご出演いただくのが、溝口はじめさん、チェリストで、作曲家としても有名な方なんですけれども、溝口はじめさん、あとテノール歌手でオペラ歌手でもいらっしゃるジョン・ケントさんとの共演ということで、小田原ならではのコンサートを中根さんと今のお二方と一緒に作っていきたいなと思ってます。ここからは小田原出身のピアニスト中根明子さんにお話を伺いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今ね、飯田さんからもお話がありました、このホールの開館に合わせてピアノの選定にも携われたということなんですよね。そしてその時にピアノ開きも行われまして、もう2年経つわけなんですよね。何かこう変化などはあったんでしょうか。いろいろな方に演奏していただいて、いろんな方の味わいが入ったことで、自分だけが引き込んだ時と違い、いろんな要素が最初少年のような男の子のようなところから始まり、そうですね、女の子の要素とか、あとは年齢をいろいろ、重ねた音とか、いろんなものがこう味わい深く出てきたなと感じる今日この頃です。そうなんですね。じゃあ、ピアノも2年経つ、引き込まれてかなり来たということなんですけれども、まだまだこうピアノ的に言うと赤ちゃんというか、とっても若いわけですね。若いですね。これからどん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 変わると思うので、小田原の歴史とともにピアノも歴史を刻んでいくような形で、10年後20年後どうなっていくか、とても楽しみですね。そうなんですね。そうやってだんだん味わいも刻まれていくんですね、ピアノってね。さて、今回は11月3日に、コンサートにご出演されるということなんですけれども、今回、ご出演されてまた共演される皆さんや、プログラム、また聞きどころなどについてお話を伺いできますか。前半です。前半はピアノのソロで始まり、主にクラシックなんですけれども、曲のイメージとしては、そうですね、今まで昼に演奏するってことが多かったんですけれども、今回そう夜の部なので、ちょっとこう秋の夜長といいますか、そうですね、それにこうイメージがあったような曲、ドビュッシーの映像より水の繁栄とか、そうですね、あとはちょっとお酒はありませんけどワインを片手になんか飲め、なんかこう感じられそうな、ラベルの亡き王女のためのパバーヌとか、そうですね、そういったこうおしゃれな曲を、あとは愛ですね、秋の夜長なのでちょっとロマンチックっていうのを連想させていただいて、そうですね、シューマンの検定とか、そうですね、あとは
ブラームスのちょっとこう愛を語るようなインテルメッソという曲があるんですけれど、そちらを選んで、はい、演奏したいんですけれども、で後半はですね、ちょっと私もちょっと挑戦するようなジャンルなんですが、この3人のジャンルがとても面白くてですね、クラシックのみならずロックテイストとか、そうジャズテイストのものを入れる曲目がすごく楽しみなんですけれども、初めての試みをこう楽しみにしていただけたらなと思うんですけれど、うん、はい、そちらを頑張って演奏を臨みたいと思います、うん、ね、やはりその11月3日の一晩だけのコラボレーションになりますのね、はいはい、そうですね、はいはい、楽しみです、はいはい、ね、今まだ夏の暑い盛りなんですけれども、うん、もう11月3日は秋も深まっている頃ですから、そうですね、芸術の秋を存分に楽しめそうですね、うん、はい、そうですね、はいはい、それでは11月3日のこのコンサートの予約方法などを教えてください、はい、ウェブサイトでのご予約と窓口の予約があるんですけれども、はい、現在ウェブサイトでの予約を受付中でございます。でこの予約が小田原さんの丸ホールの、まあ、ウェブサイトから飛んでいただけますので、無料で会員登録が必要なんですけれども、こちらをしていただいてご予約ください。窓口発売が8月の20日の日曜日から、行いますので、こちらもご活用いただければと思います。一つチケットのことで、まあ、お得な情報というか、8月の早割というのが S 席に限りございまして、こちらは三の丸ホールのみの取り扱い、ウェブサイトとあと窓口のみで取り扱いですので、若干お安めにチケットを買える早期割引もぜひ使っていただけたらなと思います。でこの他天守閣が1割引きで入れる企画であったり、あと11月の23日にも東京都交響楽団さんのコンサートであったり、クレイジーケンバンドのツアーがあったりと、11月盛りだくさんですので、こちらも合わせて、お楽しみください。はい、お待ちしております。はい、この11月はこの1ヶ月だけでさまざまなジャンルの催しが楽しめます ね、うん、すね、はい、文化事業だけでもこういったちょっと3つ、3がつく日に3つあって、私たちも楽しみですけれども、やっぱ文化シーズンなので、はい、いろいろな催しで盛り上がっていると思いますので、うん、ホールの方にお越しいただきたいなと思います。はい、はい、まあ、もうホールの開館から2周年を迎えるということなんですけれども、まあ、市民の皆さんの中にはまだ入ったことないよという方もいらっしゃるかと思います、はい、特にね、11月3日はやっぱりこのピアノだったり声楽だったりクラシックの魅力を十分に堪能できる、またこのホールの魅力も合わせて堪能できそうですのでね、はい、ぜひこの機会にお出かけいただけるといいですね。はい、お待ちしております。広報田原、この時間は小田原三の丸ホールで開催されます三の丸クラシックス2023秋についてお知らせいたしました。中根さん、飯田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。小田原市立病院は病院建て替え工事に伴い駐車場を縮小しているため、市立病院周辺が大変混み合っており、ご迷惑をおかけしております。混雑解消のため無料の臨時駐車場を開設し、北玄関前で乗降できる送迎バスを運行しています。詳細はホームページをご確認ください。またタクシー乗り場は売店横の北玄関前になっています。工事に伴いご不便をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いします。
小田原市立病院は病院建て替え工事に伴い駐車場を縮小しているため、市立病院周辺が大変混み合っており、ご迷惑をおかけしております。混雑解消のため無料の臨時駐車場を開設し、北玄関前で乗降できる送迎バスを運行しています。詳細はホームページをご確認ください。またタクシー乗り場は売店横の北玄関前になっています。工事に伴いご不便をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いします。